皆さんこんにちは。アトリエルースをご覧いただきありがとうございます。今回は2回縫って持ち手をつけるだけで裏地付き外ポケットと底待ちのあるトートバッグを作ってみました。驚くほど簡単に作れますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それでは材料です。長さ40センチの持ち手を2本とスナップボタンを1組、本体に幅40センチ、長さ1メートル15センチの生地を1枚、本体の長さが足りない場合は縫い合わせたものを用意してください。それでは作っていきます。本体を中表に重ね、底部分を30センチ内側へ折り込みます。さらに底待ちを作ります。反対側にある生地を底部分へ向かって折ります。この時底待ちより2センチぐらい下で折っておきます。もう1枚の生地も同じ方向へ向かって重ね合わせておきます。返し口15センチぐらいを開けておいて、1センチの縫い代で縫い合わせます。この時底待ちの折り山は縫い込まないようにしておいてください。次に返し口から表にひっくり返します。返し口を縫い閉じます。さらにひっくり返して外ポケットが表に出るようにしておきます。次にバッグを縦半分に折って中心へピンで印をした後、スナップボタンをつけます。次に持ち手をつけます。中心から左右6センチずつ、合計12センチの位置へ持ち手を縫い付けます。形を整えて完成です。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。